お願いします。久しぶりに喋るな今日もお昼までだから喋ってないんだよ、ずっと。あ、そうか、寝たし。FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。宜野湾市喜生名宜野湾ヒルズ通りの高台にスタジオがある FM 宜野湾よりサザンブリーズをお届けいたします。お相手は私、東克明と、火曜日アシスタント OBP 沖縄美少女プロジェクトからゆうこでお送りします。はい、よろしくお願いいたします。はい、なんかマイクの調子がビリビリ言ってるね。え、本当ですか？耳折れるかな。あら、なんか言ってるけど大丈夫かな。放送的に大丈夫なら大丈夫だと思います。はははは、大丈夫そう、大丈夫そう。ギャラリーさんが大丈夫って言ってます。オーケー、うん。ね、ゆっこさんはね、はい、久しぶり。お久しぶりですずっと3週間ぶりぐらいですね。ね、ずっと、まあ、関東とか、まあ、内地の方に行ってて。そうですね、県外に行ってました。ね、どうでしたか、あの、うん、念願の言ってたやつ食べた？松屋行ってないんですよ行けてないです、松屋。結局行かず、行かず。ただ、うん、セブンイレブンに行きましてうんうんうん、うん、前にね、私が出た時話したんですけど、ね、はいはい、あのセブンイレブンに行って、うん、で、まあ、東京のスタッフさんにおすすめされたのがセブンイレブンのコッペパンが美味しいと。へー、めっちゃ美味しいから食べてって言われて、セブンイレブンに行ってすごいたくさん種類があるんですよ、うん、まあ、粒あんとマーガリンだったりとか、うんうん、ツナ卵だったり卵カレーとか、うん、いろいろあって、私3種類、この3種類かな、うん、食べたんですけど、ハマっちゃいましたね。へー、美味しかった。え、それはなんかあのホットコーナーとかにあるわけじゃん。あ、うん、もう普通にパンコーナー、パンコーナーにあるってことね。そう、セブンイレブンで限定で発売されてるパンコーナーにも普通にコッペパンで、まあ130円ぐらいなのかな。へえ、うん、美味しかったです。それはハマりましたね。すげえ、そんなシンプルなやつがまた、そう、美味しかったんだ。で、うん、ファミレスも結構行きましたよ多分サイズも行ったし、サイズ行きましたか。ね、念願のジョナサンも行ったかな。はい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 。デニーズも行ったかな。お、確か、確か。網羅してるね、ファミレスをやっぱね、あのルーリーレンレンっていう小学生組も一緒に行ったので、うん、こうイベントとイベントの間とか、うん、まあ、ちょっと時間が2時間とかある場合に、うん、どうしてもどっかで時間を潰さないといけないので、もうそのままファミレスに行ってご飯食べながら、まあ、みんな好きなことをしてっていう感じでよく行きましたね、うん、美味しかったです。
いやーなんか満喫してて、うん、でも日数で言うとさっき聞いたけど何19日かな今日の朝一で帰ってきたんですよ。なんで今日のお昼に東京から帰ってきたので、はい、そうですね19日間ぐらい、まあ、20日ですね約。すいませんね、売れっ子さんがお越しいただきまして。いやいや、もうそんなやめてくださいよ。 お忙しい中やめてください、東さん。来ていただいて本当すいません。もう中、そこの2人の中じゃないですか。いや本当申し訳ないよ。なんすかこのノリ。いやね、だからね、なんか変に私もね、うん、緊張してます今日、うん、やっぱあのサザンブリーズもですし、うん、この火曜の夜9時にやってるギノガルフ自体も2週ちょっとお休みさせてもらって、はい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 、ラジオさせていただいて多分2週開くことは今までなかったので。あ、そうか。このギノガルフもお正月とかお休みになったんですけど、うんうん、1週だけお休みっていう感じで、まあね、2週休むことはなかったので、はい、なんか久しぶりでドキドキしてますちょっと。いいね。じゃあちょっと今日また新鮮な優子がね、うん、はい、オープニングにちょっと名前ちょっと噛みかけたもんね。キセーフですね。プロジェクトみたいな。プロジェクトの、うん、絶対さ、あのプロジェクトってこの OBB のさ名前で噛んじゃったら東さん絶対突っ込んでくるんで、ね、私が一発目で噛んだじゃないですか、このサザンブリーズ最初に出た時にね。というのは優子が噛むのが珍しすぎて。いや、めっちゃ噛みますから私。面白いなと思ってちょっと言っちゃうんです。噛んでるけど多分噛んでないジラーにするのがうまい。なるほどね、うん、あみたいな。もうごまかすのうまいんで私。すいません、スターさんに意地悪してしまいまして。だから何ですかって。申し訳ないです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではですね、今日もこの2人でお送りしたいと思うんですけども、はい、サザンブリーズ今週の皆さんからいただきたいメッセージテーマが遊びとゲームの話、うん、ということで、うん、まあ子供の頃遊んだものとか、まあ、ゲーム、はい、まあ今やってることでもいいですし、うん、またゲームっつってもね、別にそのアナログなやつでもいいかなと思ってて、うんうんうん、あのね、まあ、じゃんけんっていうもの自体もまあちょっとしたゲームじゃないですか。はいはい、ね、で僕小さい頃は関西にいたんですけど、うん、じゃんけんってどうやってやってる？普通掛け声とか最初グー、うん、じゃんけんポンでしょ。多分それが大体全国共通だと思うんです、うん、これが関西、大阪だけというか僕の地域だけなのか知らないですけど、じゃんけんするときはいんじゃんでほいってやるの。どこの国の人ですかそれ。え、何それ。そう、いもう一回言ってください。いんじゃんでほい、あいこだったらあいこですつって。あいこです、あいこです。何それ、え、意味があるんですかこのいじゃんっていう。わからない、なんだろう、初めて聞いた。そのなんか いつの間にかにそういうのかなんかなってて、うん、初めてだ。それをなんか仕込まれてやってたら、はいはい、あの普通にやってたら、まあ、普通はじゃんけんポン、うん、ああそっちのパターンねって。え、それって結構早い段階で気づいたんですか？早い段階で気づいた。あ、でも一部の地域だけ、あれちょっと違うと。いや、全然違いますよ。全然違う、全然違う。びっくり。あ、アイコのやつが好きです。確かアイコですって言ってたもん。顔が面白い。顔かよ。言い方が。顔も面白い。なんかね、だからそういう多分いろんな遊びとかが、うん、まあ、地域によってね、そうですね、ルールとかも違うし、うん、そういうのもあると思うんで、まあ、そんな話とかもね、うん、皆さんからメッセージいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋、株式会社徳松産業、トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこへでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。はい、で、そして今日はですね、素敵なゲストの方、優子の時に初めてのゲスト。そう、私初ゲスト。イエーイ。
お越しいただいてますよ。はい、普天間に、3月10日オープンされました、コーヒー&ワインコバルトの方から松下康之さんにお越しいただいて、いろんなお話お伺いしようかなと思ってます、はい、元ソムリエ、ね、現在のソムリエの方、うん、ソムリエも響きがかっこいいもん ね、 ね、響きですね。職業なんですか？ソムリエですみたいな。かっこいい、かっこいい。 CM 出れるそれだけで、ね、そんな話とかもね、うん、聞いていきたいと思いますので、はい、どうぞ皆さん質問等のメッセージもお待ちしております。よろしくお願いいたします。では、今日の1曲目いきましょう。昨日ですね、リクエストいただいてました進撃のメイちゃんさんからのリクエストです。ダパンプで Feeling It's Paradise。懐かしい。俺のこの接触量だな。東さん、私何も聞こえない。ぐち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 してる。あ、そうでしょ、うん、俺、じゃあ俺のとこだ、これ接触量。お願いします。どうぞ。 今抜き差しやったら聞こえるようになった。よろしくお願いします。お願いします。ジャイケンね。ジャイケンもあるって書いてますね。ジャイケン、ジャイケン見ますね。インジャン見ますよね。インジャン見ます。ほら、関西の人。初めて聞きますよ。インジャンどこ見ます。この画面のカメラはこっちです。ちっちゃい黒いカメラが今映ってます。今も映ってますので。あ、そうなんですか。はい、ダンいただくと本番中の声が聞こえるので、よかったらマイクは近づいて喋ってくれます。わー、でも懐かしい。ラジオ初めてですよ。ラジオ初めてですか。いや、何回かです。はい、お、じゃあもう大丈夫ですね。聞かれたこと思ったり。はい、もうあっちにもうラジオの神がいるので。神じゃねえ。はい、もうプロの沖縄の中のプロがいるので。まだ半年です。いやよ。でも今の子は知らない人多いと思います。ご機嫌だと知らなかった。レンレン知ってますから。レンレン歌えますよ。マジで親が聴いててそれを歌えるんですよ。っていうか、そんなレンレンとかあります。9歳小4、次小4。9歳もう4年になってますね。9歳なんて、もう娘だ。すごい。余裕で娘。すげえ。そりゃ同世代だよ、お父さんが。皆さんコメントありがとうございますね。ありがとうございます。放送中にまた皆さん呼びます。来てますかね。あ、そうゲストさん、普段通りに大塚健二さん。あ、映ってる。これが今この映像が今も流れてるんですよ。もうそのツイキャスっていうものでは今曲しか流れてないんですけど、ラジオではこの動画で見てくれてる方、この状態がもう今映ってます。声もあの CM 挟みます。
するかっちゃんさんとして私松屋ってあれねアミンねアミン私松屋ってことでしょかえなるほどねそのコメントわお嫌ね多分チャンスタグやさあ初めてでスビスコさんも初めてまして、うん、ありがとうございますありがとうございますたくさん新しいやっぱりあれですねゆうこさん来たら皆さんコメントたくさんいただいてそうなんですかありがとうございます嬉しい皆さんどんどんコメント送ってくださいさあサザンブリーズ火曜日お送りしております、はい、今日も皆さんたくさんメッセージありがとうございますありがとうございますまずですね誰よりも先にメッセージいただいたのは機長さん機長さんありがとうございますありがとうございますこんにちはこんにちは、でのりさん、ね、ゆうこさん久しぶりお久しぶりですで恋するかっちゃんさんあずまさんゆうこりんこんちーすこんちーすこざえるさんもハロチロンピーってハロチロンピー、恋するかっちゃんさんは赤い服似合うねってありがとうございますうん、でエコザイルさん今名護から帰宅中、うんそして、大塚健二さんも、うん、ありがとうございますこんにちはこんにちは、今日もブースの外にいますねありがとうございます、はいでそして、初めましてかなチャンス拓也さん、うん、メッセージぜひ送ってくださいお願いします、そしてデスビスコさんも初見ですと、はい、ありがとうございますおはようございますそしてマスオさん、美人不足でしたって今日はいます何もないのか今日はいます美人だなんてありがとうございますもなんかあげますね次なんかね、シュプリームさんもアズマックスゆうこちゃんこんにちはこんにちは今日はいや今日も嫁のショッピングのお供で表参道ナウですってお嫁さんよくショッピングされますよねねいいねねシンゴさんもこんにちは久しぶりです久しぶりシンゴさん、15番目の男さん、はい、アズマさんゆうこさん皆さんハイサーイハイサーイいますいえたくさんねメッセージいただいてますねはいで、こちらじゃメールでもいただいてますのでご紹介しましょうはい、進撃のめいちゃんさんはい、はい、東さん&今日は酔ったおじさんことゆうこちゃんかなはい本日も生放送お疲れ様ですということで、早速今日のねテーマの、うん、まあ私とゲーム遊びということで、はい、やはり最近買ったばかりの任天堂スイッチおお、お赤と青のいいねなんかですよねそうそうなんか任天堂の新しいやつ、はいはい夢中になりすぎて仕事の時間ギリギリまでやっちゃった時があるので怖いですわーでは後ほど聞かせていただきますって、うん、いいなスイッチいいな見たこともないんですねスイッチは俺ね出たばっかりの時友達が買いたいって言うから、うん、3人ぐらいで並んで抽選やって 3人で並んで1台を買う予定だったんだけど、うん、3台当たっちゃってえぇ、3人で3台当たってでなんかじゃあどうし買うっていう友達がいるからっていうので、うん、買う買う買うってなって結局3台買ったんだけど、うん、すごいそう確率そう嬉しいことだ 20人30人ぐらいいたけど全部全5台中3台が3人で当たっちゃってすごい申し訳ねえっていうまあでもちゃんと買ったからね、うん、そういうのがありましたまだまだメッセージ皆さんお待ちしておりま す, お願いしますよろしくお願いいたしますさあということでメッセージたくさんご紹介させていただきましたので、続いてこちらですねゲストの方お越しいただいてますので、はい、ご紹介いたしましょう、コーヒー&ワインのコバルトから松下康幸さんでございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやソムリエさんですよソムリエさんですよ皆さん見てくださいソムリエさんですソムリエさんが部屋向きの方にいますよ
すごい紹介の仕方してるんだよで、この、お店ね、コバルトが3月10日にオープンされたということで、うん、まあすごい最近ですよね。ちょうど1ヶ月ですね。じゃあ本当だ、ね、もうすぐ1ヶ月になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このコーヒー&ワインってことはもうずっとそのやっぱりカフェとか自分のお店を持ちたいとかっていうのは思われてたんですか？そうですね、うん、もうずっとホテルで勤務してたんですけれども、うん、まあ、いつかは自分のお店をというふうには思ってました。あ、でそれがなんとかこう、まあ、実現して具現化してっていう形で、うん、そうですね、はい。でも あれなんですよね、松下さんは、まあ、お名前でも分かるときやっぱ内地の方、ね、はい、もともとは静岡、静岡、はい、静岡から沖縄に来られてという感じで、それはお仕事で来られたりとかしたんですか？学生時代は東京に行って、うん、でもそのまま沖縄が好きで沖縄に就職しました、うん、あ、なんか嬉しいですね。それ聞いたらちょっと嬉しいですね。もうハマっちゃいましたか、うん。まあ、自分が来た頃は、はい、なんか沖縄の学生さんはこう内地に就職するように言ってるのに、はい、わざわざ来るアホもいるんだねみたいなことがありました。そうだったんですね、はい。でもそれからもうじゃあ沖縄来られてから10年ぐらいっておっしゃいましたっけ？そうですね、あの最初に来て、うん、で一旦まあ仕事で戻ったりする期間が7年8年ぐらいあったんですけども、うん、でまた沖縄に戻ってきたような感じになります。じゃあまあまあそこでまあ沖縄でこうやっていろいろまあお仕事しつつ、うん、でもお店をこうやってオープンするってことはまあちょっとしたまあ骨うずめるじゃないですけど、うん、いやもう本当にそうですよね。そういう気持ちで、はい、沖縄に骨うずめて、はい、嬉しいです ね嬉しいです。とってもなんかね、地元民からしたら、うん、私がこう生まれ育った沖縄が好きって言って、うん、住んでもらえること自体がもう嬉しいですもんね、うん、もうまあ、誰目線って感じなんですけどすごい嬉しい、うん、あ、でお店をオープンされてということなんですけども、うん、はい、でこのコバルトさんはまあまあそのコーヒー&ワインって書いてるんですけども、うん、まあじゃあコンセプトというかどういうお店とかっていうのをご説明していただいてもいいですか？あ、お店はですね、普天間の、うん、龍坊のすぐ隣にあるんですけれども、はい、まあ、近くがスーパーだったり、うん、銀行だったり、はい、いろんな、商店街だったりいろんな人がこう行き来する場所なんですけれども、うん、まあ、そこのこのコーヒーとかワインなんかを通して地域のコミュニティというか、はい、まあ、そういう場になれればなという思いを込めて、うん、ですね。あ、今メッセージ大塚健二さんが、うん、ゲストさんそこまで沖縄が好きになったの、はい、なぜですかって、うん、これは伺いましょう。最初はやっぱりダイビングとかサーフィンとか、はいはいはい、それで来たんですけれども、まあ、最近もうめっきりやらなくなっちゃって普通の沖縄のうちなんちゅうになってます、ね、あもうだから別に何が好きとかもう具体的なことじゃないんだと、うんうんうん、はい、いや元々好きですけど、そうそうそう、ぐらいな好きな理由なんてありますかみたいな感じですよね。空気感が好きですね。あ、嬉しい。ちょっとなんか、ね、県外の人はよく、まあ、ゆったりしてるというか、うん、人も温かいねって言ってくれますもんね。うん、うん、あ、じゃあね、そういう思いがあって、まあ、沖縄でこうやってお店オープン、ね、していただくということなんですけども、このじゃあコーヒーとかワインっていうのはどういうちょっとなんか自分 その松下さんの中でのこだわりで何か持たれて品揃えとかされたりとかしてるんですか？そうですね、まあ、元々はワイン、うん、ソムリエなんでワインが、メインなんですけれども、はい、ワインとコーヒーってすごく、似てるところがあって。あ、そうなんですか。表現の仕方とか、うん、なんかこのなんていうんですかね、持ってる特徴の表し方なんかが、はい、なんかすごく似てるんですよね。うん、でこう日常にすごく寄り添う飲み物なんで、うん、両方とも自分が好きでやってるお店ですね。まあ、すみません、じゃあそもそも、まあ、ソムリエはワインの、はい、はお仕事じゃないですか、はい、ソムリエをやろうと思ったきっかけとかっていうのは何なんですか？ソムリエは、まあ、ずっとホテルのレストランだったんだよ。はいはい、元をたどればバーテンダーなんですよ。ああ、なるほど、はい、で一番のルーツはバーテンダーなんですけれども、うん、まあ、そこで他のお酒は作れるし、うん、ウイスキーカクテルはやるけど、うん、ワインだけちょっと
近寄りがたいところがあるじゃないですか。まあ、まあ、分かります。確かにね、なんか頼めないですよね、うん、私もね全然頼んだことないですよ、ワインって種類ってみたいな、分かんないみたいなちょっととっつきが悪いところを、あそこをやっぱりレストランですんで、うん、ワインもちゃんと専門として勉強しようと思って、はい、で資格も取って、はい、で、まあ、ビーバレッジのオールマイティの、まあ、スペシャリストになりたいという思いでやってます、ね、それ資格ってやっぱ難しいんですか、どうなんですか、勉強とか結構やっぱしたりとか。そうですね、うん、まあ、ソムリエ試験と、あとその後シニアソムリエ試験っていうのがあったんですけど、はい、まあ、シニアソムリエを受けた時は本当にもう受験の何倍も勉強しましたね人生の中で一番勉強したくない、はい、仕事しながらだったんで大変でしたけど。ああそうか、ね、でもやっぱりそのすごい頑張って勉強されてやって取れて、ソムリエの資格取れてってなったら、やっぱり自分の中のお仕事の感覚とかもちょっと変わってきましたりするんですか、どうなんですかね。そうですね、うん、まあでもやっぱりなんかこう自己満足にならないように、うんうん、このお客さんに分かりやすくこう説明できる、うんうんうん、ワインを好きになってもらうっていうのが一番の使命なんで、うんうんうん、そこを一番気をつけてます、はあ、なんかあんまりうんちく言っても面白くないです。あ、なるほどね、はい、まあ、分かんなかったら分かんないですもんね、まあ、だから今回このコバルトさんなんていうのは、まあ、バーですから、うん、まあ、カウンターに立たれて、はいはい、お客さんとお話しされてから、はい、なんか例えばじゃあこういうワインどうですかみたいなお話とか、うん、お酒とかおすすめとかっていうの。そうですね、特にワインなんかは、うん、飲むと前飲んだのなんか美味しかったけど忘れちゃったとか、はい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 、なんで、うん、そういうのをまた思い出してもらうようにこう2種類こう比較して飲んでもらったりとか、あとまあ普段こういうの飲むんだけど、うん、じゃあ今日はこういうのチャレンジしてみますかとか、何、うん、か幅を広げるような提案をしていったりとか。めっちゃ教えてほしい、いいね、私このワイン全然飲んだことなくて、二十歳になった時に赤ワインをまあ、先輩が飲んでて、で飲んでみるって一口飲んで、私本当にブドウジュースを想像してたんですよ。あ、はいはいはい、はい、赤ブドウジュースと白ブドウジュースみたいなブドウジュースにアルコールがちょっと、この赤ワイン飲んだ時にもう渋さにびっくりしちゃって、まあ痩せ物だったと思うんですけど、はいはいはい、もうって美味しくないって言っちゃって、そっから最近まあ白ワインも初めて飲んだんですけど、なんかやっぱなんて言うんだろう、きっとお酒感が強いのが苦手らしくて、もっとなんかフルーティーなものだったり、赤だと渋さがないのが好きなんですよね、多分まだなんか自分が好きなものに出会えてなくて、うん、それはね、まあ、いくつだっけ、 22? 今22です。22じゃなかなか出会えないと思うけどいや違うね、なんか分かりたいじゃないですか、自分、あ、ワインのこの種類が好きなんだとかちょっと言ってみたいんで。あ、なるほどね。あれありますかとかお店で言ってみたいじゃないですかこだわりのやつ、ワインを探したい。そう、なんかかっこいいからそういうの、じゃあそういうまだワインがなかなか知識がない人でも、うん、まあこちらコバルトに来たらちょっとお話ししながら。はい、もちろんそうですね。あ、はい、いいですよね。要はそのやっぱりワインとかを出されてるお店とかちょっと敷居が高いイメージっていうのがあるんですけど、今こうやってお話を伺うと、まあその地域のコミュニティの場という一つになるから、まあ入りやすかったりとかで、今お話聞いてたらすごいこうなんかもう柔らかいお話し方でしていただくから、いやもうこうガチガチのバーにしたくなくて、お店もこうスケルトンハウスみたいにもうはい、窓が全開なんですよ、なんで昼はランチもやってるんですけれども、うん、入り口は常に開いてますし、うん、気軽な感じで来ていただきたいですね。はい、いや、いいですね、ワインね。大塚健二さんが、うん、これ難しいんじゃないか、どうなんだろうね、松下さんに質問ということで、ゆうこさん、東さんをワインに見立てるとどんなテイストですかってこれは超難しいです。私たちも言われてもよく分かんない。難しいですよね。まあ、でも今の、うん、じゃあ先ほどね、ちょっと優子が、はい、ワインがちょっと、まあ、こういうエピソードがあったという話を、ね、はい、聞かれてから、うん、なんかそういうおすすめのワインとかってあったりしますか。まさに、うん、イタリアのプロセッコ
という書いとこメモ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 イタリアの、うん、プロセッコ、プロセッコ、はい、ほうすごいフルーティーでスパークリングワインなんですけど、あ、そうなんですね。ほんのり甘さもあるし、はい、でそのベタッと甘くなくて、はいはい、食事ともよくあって外国ではもうバカ売れしてるそうで、あ、日本でも定番みたいな感じなんですね。そうですね、食前酒に、はい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 、結構どのお店に持ってたらあれですけど置いてる、まあ、銘柄なんですかね。まあ、銘柄というよりも総称なんですけど、総称、はい、はあ、なるほどなるほど、スパークリングワインの中でもプロセッコという、うん、はいはいはい、カテゴリーですね。はいはいはい、多分これは赤ですか。これ白です。 白のスパークリングワイン。おお、私白派だろうなと思ってる、自分で勝手に。そうそう、もうイメージからしてそんな感じですね。もうイメージチャレンジしてみます。すごいいいじゃないですか。エコザイルさんからの質問で、うん、島派、まあ、泡盛派に合うワインってあるんですかと。あ、そうか、沖縄はね、皆さん泡盛飲まれますけど、うん、そんなあるんですか。そうですね、島派の方には、うん、なんか空数みたいに、はい、こう熟成して美味しい泡盛もありますよね、うんうん、そうですね。ワインもこの熟成するとやっぱり味わいが深くなってくるんですよ、うんうんうん、なんでその空数と同じような感じで、うん、ワインってこのヴィンテージが記載されてますよね、はいはい、ちょっと古いワインを試していただきたいですね、うん、あ、なるほど、はい、そっか、熟成されてる分深みだったり出てきますもんね。そうですね、ちょっとこの角が取れて柔らかくなって深みが出てきて、はい、またちょっと若い感じとは違った楽しさがあると思います。ああ、そうなんですね。いやー、なかなか僕もねワインとか、まあ本当に疎くてそもそも本当にねこんななりしてるんですけども、お酒がほとんど飲めませんで。そうなんですか。あれ、その話しなかったっけ。知らないです。そうなんです。だから多分今話聞いてたら僕よりも優子の方が飲めると思いますえ、そうなんですね。そうなんですよ、イメージと全然違います ね、はい、毎日飲んでそう。全く飲んでないです。毎日オレンジジュースばっか飲んでますかわいいなそうなんですよ。でも、まあ、こうやってお話聞いた、でも、うん、そういう、まあ、バーのお店なんですけども、まあ、もちろんワインがねメインでなってますけど、うん、まあ、お昼はそのコーヒーの出されたりとかしてますし、はいはい、やっぱこのコーヒーもこだわって出されたりとか。そうですね、マシンで入れる、うん、はい、ラテ系のものもありますし、あとは、いろんな豆を選んで、今置いてるのはエチオピアの豆 と、はい、とインドネシア、それからブラジル、豆を選んでいただいて、ハンドドリップで入れるコーヒーもあります。あ、私コーヒー大好きなんで、うん、ぜひ行って飲んでみます、うん、はい、お邪魔させてもらいます次回。はい、お待ちしてます。いいじゃないですか、楽しみ。まあこんなこともだからもう嘘つくわけにはいかないので、うん、ちゃんと言いますね、うん、僕ねコーヒーもそんなに飲めないんです。嘘でしょ待ってえ気持ち悪くなっちゃうんです。だから飲みやすいコーヒーをちょっと教えてほしいんです。なんかそういうのありますか。そのなんか結構ねガッと飲んだらもうなんか持たれるじゃないですけど、なんか胸焼けがするみたいなっちゃうんですよね。気持ち悪い感じになって苦いとかそういうのじゃないのというよりも、そういうなん、まあ、多分それはコーヒーの特徴なんだと思うんですけど、うん、飲みやすいコーヒーとかっていうのもなんかあったりするんですか。飲みやすいコーヒー、そうですね、難しいですけど。そうですよね。でも今この焙煎をすごく浅くして、もともとコーヒーってチェリーというかフルーツ、そうですよね、はい、はいはい、なんでその感じ、酸味ですとか、うん、フルーティーさを残したコーヒーっていうのがありますので、うんうん、そういったのをちょっとお茶みたいな感じで、ね、あ、いいですね、はい、あ、なるほど、そう、そう、あ、いいですね、こう、あ、そうなんですね、東さん、昔のこの黒いブレンドコーヒー、うんうんうん、苦い感じと全然違う印象のコーヒーもありますので、うわー、もう行きたい。それいいですね、それいただこう、行きたいそれいただこうな、はい、
私毎日飲んでるのでコーヒーは。あ、そう。まあ普通に市販のですけど、うん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 、すごい楽しみ。いやーすごいなー。いやいろいろあるんですね。うん、まあでもなんかね、お昼はでも、まあ、先ほどもおっしゃってましたけどもランチもあるということで、うん、ランチも結構こだわりのランチですか。ランチはそうですね、だいたい週替わりで内容を変えるんですけれども、うんうん、メインのおかずとサラダとパンがついた、はいはい、まあ、それに食後のコーヒー、お好きなものを選びいただけるもの、あとはサンドイッチですね、うん、それから、まあ、ケーキセットなんかもありますし、うんうんうん、はい、昼は、妻と2人でやってるんですけれども、うん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 、はい、いいですね。お腹空いてきちゃった。ね、夜は夜でバーで、うん、ワインなんか。いいですね。二面性があってすごい。まあ、だからもちろんワイン以外のちょっとお酒とかもちょっと置いたりとか。はい、はい、カクテルもありますし、うん、ウイスキーもありますし、うんうん、もともとのバーの感じも残しながらやってます。うん、すごい。いやいいですね。うん、本当でもこの FM ギノワのすぐ近くなので。うん、ぜひねこの皆さんも、お箸を運んでいただきたいなと思うんですけども、だから普天間の龍坊の隣ですよね、はい、うん、グリーンベル商店街っていうのがあるんですけれども、うんうん、その本当の入り口ですね、うんうん、330沿いで琉球銀行さんの向かいになります、はい、うん、でこちらの、まあ、詳しい場所とか、時間とかっていうのも含めて、インスタグラムと、まあ、フェイスブックページね、あるということで、コバルト、うん、沖縄で検索していただいたらいけるということになっておりますね。はい、ね、今、メッセージいただいているのは、アニヨンさんアイヨンさんかな、アイニョンさんかな、うん、ね、この前できたとこだっていうところで、うん、あ、じゃあご存知なんです ね先ほどからちょっとなんかそういうメッセージも、ね、リュウボウのとこかなっていうおっしゃってるから、うん、もしかしたら覗かれてる、ね、ね、方ですね。ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、や皆さんありがとうございます。メッセージ もありがとうございます、はい、ではあと何か皆さんにお知らせすることとかってありますか。いかがですか松下さん、メッセージお願いいたします。何かあれば、すいません、明日ちょっとお休みです。これ重要。明日はお休みです、はい、明日お休みです。今日は空いてますよね。今日空いてます。この後空いてる。この後空いてます。明日はお休みです。すいません。大事ですよ、大事です。いいですね、はい、じゃあ最後にやっぱこれも伺いたいなと。松下さんで、まあ、こうやってお店ね出されてやられたわけですけども、うん、こっから先の、まあ、夢とか目標ってあったりするんですか。そうですね、はい、やってみて本当に感じるのは、うん、地元の方のこのローカル感がすごい強いところですので、うん、はい、まあ、そこの、まあ、中心じゃないですけれども、うん、まあ、そういった人たちが集まるところに、うん、まあ、少し、うん、力添えできればなということで、うん、まあ、この普天間界隈も、はいはい、にぎわっていけば楽しくなるかなというところですね、はい、ありがとうございます。いや本当にそのねお力添えにこのまたサザンブリーズもなっていきたいなと思いますので、うん、はい、いつでもまた遊びに来てくださいませ、はい、待ってます。そして遊びに行きます。行きます。行きます。はい、というわけでございまして本日のゲストは、こちらコーヒー&ワインのコバルトからお越しいただきました松下泰之さんでございました。皆さん詳しくはインスタグラム、フェイスブックページなどをご覧くださいませ。明日は休みです、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして松下さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで一曲、進撃のメイちゃんさんからのリクエストでジェニファー・ロペスでオン・ザ・フロア。再生。再生。
再生ならない。ありがとうございました。ありがとうございます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 。もう本当にお腹空いてきちゃった。めっちゃいい感じなんですよ。いや、でもインタビューめっちゃ行きたいです。コーヒーも好きなんで。すごい楽しみ。ありがとうございました。またありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに来てください。あ、行きたい。見たいよ。どれに何ニュースかにします？曲終わりで。曲終わりで。はい。まあでも曲途中で。おーい。ちょっといっぱい食べた。すごい、ワイン。でも実際ってやっぱ聞きたいですよね、いろいろ飲んでみて。そうそう、お酒も飲めないし。コーヒーも飲めない。知らなかったです、エコザイルさんがアズマックス人生の大半棒に振ってるっつそうね、まあまあ、お酒も苦手なんですね。じゃあ苦手、いや別に、うん、酔っちゃうとかすぐすぐ酔う、弱い、もう一杯二杯でも十分、キャパが。すごいスッキリしてますよ。美味しい。水みたい。ちょっと違うか。水みたいはちょっと違う。水は水じゃない。じゃあ、そろそろ行きます。はい。FM ギノワンでは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介します。まずは FM ギノワンよりぜひ皆さんに参加してほしいスペシャルな番組のお知らせです。宜野湾市観光振興協会の高安会長をチェアマンに迎え、コミュニティラジオの可能性をテーマに朝まで語る生放送特別番組が放送決定、うん、ラジオ好きのあなた、ラジオ関係者の方、ラジオを盛り上げたい方、こんなラジオがあったらいいなと夢を持っている方、 FM 宜野湾のスタジオに来て一緒に語りませんか？誰でも参加 OK です。コミュニティラジオの可能性についてトークし、ぜひ一緒にラジオを盛り上げましょう。飛び入り参加も大歓迎、ただし理性を保てない方はご遠慮ください。メールやメッセージでの参加も大歓迎です。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また生電話での参加も OK です。生電話で参加できる方はメールにて電話番号をお知らせください。こちらから電話をおつなぎします。ツイキャスでのコメントもお待ちしております。朝まで語る生特番アツコの夢は夜開くは4月13日金曜日深夜12時スタートです。お楽しみに。続きまして、宜野湾市からのお知らせです。先日から報道されております通り、はしか患者が本県で発生しております。平成30年3月23日に麻疹患者が発生し、4月2日に開催されましたはしかゼロプロジェクト委員会緊急会議において本県の麻疹患者発生時状況がレベル3、マックスになりました。これを受け宜野湾市では対象者に MR 予防接種費用の助成を決定しました。対象者が、接種時に生後6ヶ月から12ヶ月未満の方、接種期間が平成30年4月1日から平成30年6月30日まで、
接種費用なんですが、現在医療機関と調整中のため、現時点では窓口で全額自己負担していただき、後日払い戻しになります。払い戻し方法については後日ホームページにて掲載いたします。また、すでに蒸気期間中に接種した対象者についても、払い戻しの対象となる可能性があります。下記までお問い合わせくださいということで、指定医療機関がですね、現在は宜野湾市内のみです。他の市町村の病院については現在調整中のため、調整後随時掲載予定となっています。沖縄県地域保健課によると、新たに確認された患者は、宜野湾市の小学男児と3歳の女児。推定感染源や予防接種歴は4月10日現在不明とされています。また、4月10日現在、沖縄県内で確認されている患者数は35名です。発病し重症化すると肺炎、脳炎を併発し、死亡する場合もあります。感染しないために予防接種を受けましょう。母子手帳なので、マシンワクチンを2回以上受けたことをご確認ください。以上、宜野湾市からのお知らせでした。はい、続いてこちらお知らせいたします。4月21日土曜日は宜野湾大海開き祭りがございます。トロピカルビーチの海開きですね。こちらは FM 宜野湾で生中継いたします。2部構成で、はい、生中継するんですけど、まず1部目が10時から、こちらオープニングセレモニーの生中継、そして2部目が16時から、はい、こちらはね、海開きのアイドルフェスティバルなんかもね、あるということで、はい、こちらをまた生中継でご紹介するということでございます。はい、その他にもね、もちろんトロピカルビーチの海開き、様々なイベントございます。宝探しゲームがあったりとか、風船アートショーなんかね、うん、そういうのもありながら、そして、もちろん午前中、最初には安全祈願祭などもございます。はい、はい、ぜひ皆さん、こちらね、宜野湾の皆さんはね、トロピカルビーチ、もうすぐもう誰でも行くビーチでございますから、うん、庭ですよ ね皆さんのね庭って海だけどね海だけど庭、ね、まあね、うん、海だけど庭ですよ ね、そういうことですね。はい、トロピカルビーチの海開き4月21日土曜日 FM 宜野湾生中継いたしますので、こちらぜひ皆さんお聞きくださいませ。はい、以上 FM 宜野湾ニュースでした。CM 分けコーナーかな。はい、なぜ英語無理と今日も言うかゲットだぜ。全然ゲットできてませんね。全然できてない全然ダメ。ツイキャスの皆さん答え考えておいてくださいね。何が来るか、次コーナーで私のクイズしますよ。僕が間違えたら皆さんから選ぶっていう。はい、あ、そうか、タイゴさんゲットしてた。あ、そうだね、タイゴさんゲットしましたよね。あずまさんがね、なんかねゲットしてくれないんですよ。今日はでもゲットできると思います。牛角だけ歌ってもらって得してるな。やっぱお肉に反応しちゃうんだよな。でも今はコーヒーが飲みたいです。さっき松下さんと話してたから。今日は飲んでないんですよね、パタパタしてて。飲みたい。はい、目指せ U コンプリート。
今日も優子ゲットだぜまあポケモンって言っちゃってますけどさあ始まりました、目指せ優子コンプリート、今日も優子ゲットだぜのコーナーだぜ。俺は優子マスターになってやる。あ、でもな、みんな分かってるか、今までこのコーナー、まあ、2回ほど続けてきたんだが、アズマトレーナーが一度も俺をゲットできてないんだぜなので今日はゲットできてもらえるように頑張るぜ。よし、はい、他みんなも回答送ってくれよ。うん、あの簡単な私に関しての、うん、まあ、クイズを出すので、はい、それで皆さん当ててください。よろしくお願いします。今日のクイズがこちらになります。はい、私ゆうこが自分自身で思う、うん、私のチャームポイントってどーこだ何で笑うんだよ、アズマトレーナー、なんで笑うんだよ難しいな、簡単じゃん。難しいし、うん、なんせ恥ずかしいあ、ゆうこがいやいや、俺が言うのは、いやいやいや、もうこれは来てほしいですな。ね、うん、チャームポイント、はい、チャームポイント、うわマジで分からんわ、何なんでもないかな。まあ、簡単だと思う。簡単って言ってもおかしいのか、自分でも。いい、はい、僕は言います。はい、よし行くぞ。来い。チャームポイント、はい、くせ毛。ブブー、違う確かにくせ毛のくるんくるんなんですが、うん、私まあこの髪に悩まされてますので、まあそうだよね、チャームポイントっちゃチャームポイントですけど、違うか、違う、ツイキャスの皆さん当ててください、私のチャームポイント。はい、さあ今じゃあどうしようかな、うん、メッセージ来てるけども、はい、じゃあ選んでもらいます。選ぶよ、俺が選ぶよ。はい、皆さんヒント出してくれてますからね、いろいろ。じゃあ今日の回答は、はい、君に決めた、誰だ、マスオさん。マスオさんの回答、ハスキーボイス。ほう、ハスキーボイスは私のチャームポイントじゃありません違う、まあ、息子はチャームポイントではないか。ただね、うん、正解者がいますよ。あ、いる、います。もう言っていいですか。まさか、まさかの、はい、ツイキャスで見てくれてるタイゴさんがやってくれました。笑顔、うん、正解でーす。まあなんか自分で言うのもなんなんですけど、うん、なんか最初ら辺はそんなにあんまりこう自分で笑顔がチャームポイントだなって思ってなかったんですよ、うんうん、でもよくあの周りの方が言ってくれて、うん、ゆうこの笑顔いいよねって、まあファンの方もそうですし、うん、結構お友達とかもゆうこの笑顔いいよねって言ってもらえる、いつもなんか爆笑だったりしてるっていうか、ね、ニヤニヤしてるって言ったら言い方変ですけど、笑顔がいいって言ってもらえてるので、 なんか自分で、あ、それっていいチャームポイントだなと思って、うん、で写真とか撮ってくれたりした時も、あ、確かにゆうこなんか笑ってる方がいいのかもなと思って。なるほど、はい、マスオさんが言ってます、はい、なんてありきたりなんだだから言ったじゃないですか、簡単だよって。めっちゃ簡単にしたいです。いや、じゃあ笑顔ってな、違うポイントじゃないじゃん。あ、分かる、笑顔でエクボって言われたら分かるわけ。なるほどなるほど、ね、だなるほどね、だったら分かるんだけど、あ、じゃあ部分的にポイントかっつ話じゃない、笑顔ってポイント、ポイントで言えば、あれかも。何？ここの眉毛のほくろ。あ、なるほど。あ、普通に、はい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 、見えないと思うんですけど、私眉毛の真上にほくろがあるんですよ、うんうん、これもなんかあんま人にないかなっていう。あ、確かにそれはそうかもしれないのもあるかな。部分的に言うとこれかもしれない。あ、そっちの方が納得できるそっちにしちゃいます。そっちにしちゃう。じゃあ半分ゲットってことで、ね、半分ゲットしてくださいそれだけでございまして、はい、今日も結局ゲットできず、あ、次回もですね、また頑張ってゲットしたいと思います。はい、ゲットしてもらいたいです。はい、タイゴさんはゲットしてますよ。はい、2回ゲットしてる、おめでとうございます、はい、じゃあこの流れで大変気道路交通情報行きましょう。はい、この流れでういしょ、ですね、さあ、ういしょ、じゃあこの時間は宜野湾市周辺の天気、そして道路交通情報をお伝えしたいと思います。はい、まず今日の夕方のお天気からお知らせします。はい、夕方のお天気曇りですね、うん、
で、ま、でも雨は降らないそうなので大丈夫そうです。で、はい、明日のお天気が南の風やや強く、うん、曇り時々晴れ、夜から雨、ところにより、雷ということで、あらあ、ちょっと明日夕方以降から天気が崩れそうなので、うん、明日のね、天気、うん、皆さんお帰りの際は気をつけてください。はい、以上、沖縄本島の中部のお天気でした。続いて道路交通情報です、うん、まずは沖縄自動車道から。ほっ、さあ今日はね、どこかんだこれ、北中城から、うん、西原間かな、うんうん、に通行止めが一部あるのかな、こちら故障車かな、故障車かな、はい、故障車ですね。沖縄道上りの龍大、うん、バス停前近くですかね、うん、故障車が故障車がありますので、あの、ね、皆さん気をつけて運転してくださいね。はい、それ以外は特にスムーズに運行しております。はい、続きまして一般道が、ほら、来た。はい、いつもの通り、うん、大蛇の交差点から前原交差点向けもそうですし、逆ですね、前原交差点から大蛇の交差点向けも混んでおりますので、うん、はい、両方混んでおります。まあ、直線の道ではあるんですけど、途中でくねくねしたり坂道があったりするので、うん、皆さん気をつけて運転してください。はい、以上、道路交通情報でした。ありがとうございました。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこへでも飛んで行きます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。さあ、サザンブリーズ火曜日、そろそろお別れの時間でございます。あっという間です ね、やっぱゲストがいたらあっという間ですね、うん、楽しかったです、初ゲストさん初ゲスト、うん、よかったね。はい、サザンブリーズはまた明日ももちろん放送しますよ、はい、明日は水曜日ということで、青森上宮ひーちゃんが登場です。ひーちゃん先週与論島に、ね、旅行行ってたということなので、そんな話なんかも聞いてみたいなと思います。はい、というわけでございまして、皆さんこの後も FM ギノワンでお楽しみくださいませ。サザンブリーズ火曜日、本日のお相手は私、東克明と OBP 沖縄美少女プロジェクトからゆうこでお送りしましたそれでは皆さん、また明日、さよなら、バイバイ。噛むんでしょうね、私すいませんもしかしたら昨日からで噛んだことないですTCAS じゃあ終わります。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございます。メッセージありがとうございます。OK、 お疲れ様です。お久しぶりです。先週すいません、はい、お休みいただいて。あ、いえいえいえ、ま、どうでした、楽しかったですか。はい、後ほどお願いします。充実してたのであればよかったです。はい、充実しました。てかもうあれですね、金曜日がっつりやるんですね。やります。俺はこれなんかもうミスがもう出ないって聞いて、はい、よろしくお願いします。あのミスが終わりなんですよね。山内さん、山内さんも出れないってことで金曜日がね、はい、お疲れ様です。なので、はい、トークテーマとかまたお聞きしながらいい、今2週間前が難しいですよね。